近藤先生どうもありがとうございました。ですね、最終講義って今まで何回も聞く経験があるんです、聞いた経験があるんですが、自分だけはいつまでたってもやらないような気がしていたんですけども、結局、何回目かには自分の 番が回ってきまして、なんか非常に不思議な気が、しています。それでまあ今日はちょっと物理の話をした方がいいのか昔話をした方がいいのかよく分からなかったので、ちょっとあんまり、バランスの取れた話にならないかもしれませんが、まあ大体昔話で、それで真ん中辺にちょっと物理の話を、しようかなと思っています。それで今紹介があったように、私は、60年代の後半ですね、66年かなに東大に入りまして、で東大は入っても2年間はクラスが何て言うんでしょう、専門が決まらないんですが、3年生になって理学部の物理学科に進学したんですね。でその時にこの頃は数学教室と物理学教室が隣同士っていうか同じフロアで並んでいたわけです。それで同じ理学部のクラスで物理に行く人、数学に行く人、あるいは生物に行く人とかですね、ごちゃ混ぜだったので、それで非常に何て言うんでしょう、優秀な理学部の学生の人たちに啓発されたということがありました。でこの頃の経験というのが結構非常に後に影響を与えたんじゃないかと思いますが、で当時はですね僕自身は物理をやるのか、数学もやってみたいような気がしてまして、で特に同級生に数学に非常に強い人、優秀な人がたくさんいたということもあります。でそういう人たちに、いろいろ新しい数学を教えてもらったりしてですね、大いに啓発されたんですが、ただその時受けた印象っていうのは、なんかその数学をやろうと思ってる人ってもう早くから決めてやってるんですね。もう中学生ぐらいからもう俺は数学をやるんだっていう感じでやっていて、でちょっと人生を決めるのはちょっと早すぎるんじゃないかなというような、なんかそういう、すいません数学の人がいたら申し訳ないですが、もうちょっとちんたらしていたいというか、なんていうのか、決めないでいたいような気持ちもありまして、ちょっと数学は、そういう世界、なんていうんでしょう、世界が狭いような気がしました。でただし、でしかもこう人工的なロジックの世界なんですが、ただ非常に美しい深いところがありますね。それから数学の、なんていうんでしょう、本でも論文でも読みますと、なかなか本音を言わないんですよね。定義とか定理とかそういう調子で述べてって、最後までずっと我慢して付き合ってみると、初めて何を言いたかったのかが分かるというですね。定義なんて持ち出してもモチベーションはお前が分かれと、説明してやらねえっていう、そういう何て言うんでしょう、突き放したようなスタイルで、それところ物理の方はですね、むしろそのモチベーションが大事で、最初に一生懸命その俺はこれやりたい、あれやりたいってわけですね。で後ろに行くと大したことできてないっていう、大体そういうパターンに陥るわけですが、ちょうど逆さまです。それでどっちもいいとかあるのかもしれませんが、僕はどっちかというと最初にモチベーションが出てきた方が嬉しいようなタイプなので、物理をやってみたいなと。でただしその物理でもですね、なんかそのやっぱりエレガンスがあるっていうか、数学的な美しさっていうのか、そういうものがあるような物理をやりたいっていうことが、その頃からありまして、でもともと美術が好きなんですが、外国に行った時に博物館に行ったりよくするんですけども、外国、例えばヨーロッパなんかでですね、画家になるとすると、一生かかってルーブル美術館に自分の絵が1個でもかけてくれたら嬉しいとですね、そういうものができたら嬉しいというようなことをよく言うらしいんですが、だから僕にとってはですね、ルーブル美術館にかけるような絵みたいな物理が1個でも一生の間にできたら嬉しいなというような、そんなようなつもりで、物理の、勉強を始めたというのことですね。でこの頃の経験が後のその何て言うんでしょう、研究テーマなんかにも非常に影響を与えたわけです。
でそれからこれはちょっとどっかに書いた時に怒られたんですが、実験をサボって喫茶店に行ってたというですが、これはなんだろう、レーザー、ルビーレーザーの発信装置かなんかを作る実験だったんですが、その設計図を書いて、工作室に持ってったら、そこで作ってあるからお前らもういない、いないでいいからどっか行ってろと、まあ、言われたんですね。それで邪魔だから、でまあそういう意味で、まあ、実験をサボって喫茶店に行ってなんて言うんでしょう、その数学分の夢みたいな話をですね、同級生と延々と毎日やってたというわけです。で後から考えるとこの頃が実は一番楽しかったような気がします。それで大学院はそういう意味で物理 で素粒子論に進んだんですが、でこの頃の素粒子論っていうのはですね、今と随分違っていて、うんと若い学問だったですね。宇宙物理なんかなかったんじゃないの、違うもっと若いよね、まあまあ、それで天文だよね、宇宙物理ってなかったね。あ、だから、天文学科部長昔から、うん、それである意味でですね、学問の蓄積があんまりなかったです。だから 今だと本当に蓄積が多いので、それ以上の人多いですよね。だから勉強が大変です。だからちょっと学生の人なんか僕らから見てもちょっとかわいそうなところもあるんだけど、もうそれぞれですね、相当な10年15年20年蓄積があるような分野が多いので勉強することが大変なんですが、僕らの頃はあんまり蓄積がなくて、大体だからゲージ論なんていうのもなかったんでしょ、経路積分なんかもなかったんですよ、ならなかった、信じられないと思いますけど、だからスーパーシンメトリーもなかったでしょ、ストリングももちろんなかった、スーパーグラフィティもなかった、何もなかったですね、本当に何もなかった。だから何もないから勉強することないから、その若者が入ってきてもすぐに一人前の顔をして研究室で奪っていられたという、そういうハッピーな時代だったわけです。で信じられないほど生意気だったそうです。これは後で聞かされたのでその頃はそうは思っていなかったんですが、そういうことだったようで、で学生結婚しまして、それからまあ外国に行かせていただくことになったんですが、その時にまあ志みたいなものは持ってるわけですが、同時にですね、自分が勉強してきたことが本当に外国行って通用するかなっていうのもまあかなり不安で、そういう意味でまあ少しビビりながらまあアメリカに留学に行ったんですね。で当時外国に行くのが結構ノンテリビアルでですね、飛行機代も高いです。だから一回行くと多分稼がないともう戻ってこれないですね。だからちょっと特攻隊みたいな感じになるわけですが、1ドル300円ぐらいだったんじゃないですかね。だから出かけるときにみんな送りに来てくれるんですね。今はもうそういうこと全然ないと思うんですが、これは羽田、当時の羽田飛行場に同級生の人が送りに来てくれて、福ギターっていうのを知ってます、まあ、分かりますよねそれから宇川さん、それからまあ僕と家内と、それからあと菅本さんっていう人だったんだけど、それからこれ佐々木龍さん、佐々木龍さんいる、あんた変わんないよねそれからあと島田さんっていう人ですね、まあ、なんか研究室の人がみんな送りに来てくれました。で南部先生の研究室のポスドクにしてもらうとなりました。でシカゴにたんですが、で当時のシカゴ大っていうのはですね、やっぱり有名な人が揃ってて、まあ、ある意味ちょっと相当怖いようなとこもあったんですが、南部先生がいて、それからチャンドラセカルですね、彼は何て言うんだろう、天文学者ですが、それからクローニンっていう CP バイオレーションを見つけた素粒子実験の大家、それから 2,3 年経ってからカダノフですね、統計物理のカダノフも来た、それから他にも知られた人がたくさんいました。で、まあ、僕は南部先生のところにポスドクにしていただいたんですが、で当時からすでにですね、非常に有名な、学者 で僕の前にも日本人の若手の人が何人もそのシカゴで、まあ、南部先生のところで修行したという、歴史がありました。菅原博隆ご存知ですかね、それから吉村元彦、それから藤川和夫、
荒船次郎とかですね、まあ、こういう、人たちが、僕の前に近くに行って勉強していたわけです。で、まあ、南部先生の印象ですが、だからまあ、非常に有名な人だから、まあ、こちらも何て言うんですか、興味を持って一生懸命眺めていたわけですが、まあ、これ皆さんも南部先生何回か会われたと思うんでご存知だと思いますが、なんとなくこう爽やかな感じがするというか、なんか頑張って一生懸命勉強してるって感じしないんですよね。 なんとなく自然体っていうか、体に力が入ってないで、仕事してんだかしてないんだかよく分かんない。それでだいたいオフィスにあんまり座ってないですね。座っててもせいぜい30分ぐらいするとまたどっかフラフラ、そういう感じですね。だからあれだけ有名な仕事がたくさんあるわけですが、なんかこう鉢巻きしてやるぞって言って頑張ってるような、そういうタイプの人ではなくて、なんか異常に自然体で、まあ、アイデアなんかは普通こうなんて言うんでしょう、散歩でもしてる時になんか出てくるというような感じの印象でした。で、まあ、自分がやってる仕事をですね、時々こんなことやってるからつって呼んで説明をしてくれるんですが、話を聞いた時にはあんまりよく分かんない。で、なんて言うんでしょう、話がこう氷山の一角みたいなところ だけしか与えてくれないので、こちらが埋めないといけないんですが、なかなか埋まらないのでよく分からない。で、まあ、論文になってから、まあ、よく分かるというような、そんな感じがありました。でこれは、時々西島先生とか、これは小柴先生ですね。なんか焦点があんまり合ってないのかな。ちょっと合ってないですかね。まあ、日本からお客さんがよくやってきて、そういう人たちと、これは植物園ですか、いろんなところに遊びに行ったり、まあ、しました。で、まあ、南部先生とそれからもう長い、付き合いで、もう何年なんでしょう、30年もっとですね、以上のに付き合って、いただいています。それから、ここでですね、シカゴ大学のも、まあ、まあ、なんて言うんでしょう、名物教授っていうか名物男みたいな、人ですが、チャンドラセカールっていう、まあ、天文学者ですね。愛称チャンドラ。チャンドラってなんか なんだっけ、衛星だっけ、月の名前、いや月という名前、あ、月という意味だった、あ、意味なの、なんか衛星にチャンドラって名前ついてなかったっけ。あ、それはだから彼の後で、彼の名前をつけた、名前つけたね、うん、あ、そうかそうか。それで、どうしてチャンドラセカールとちょっと付き合うようになったかと言いますと、あ、まあ、彼は天体とかそれから相対論の専門家なんですが、この時にはですね、ちょうど一般相対論に出てくる回転するブラックホールを記述するカー計量っていうのがあるんですが、それはまあちょっと一番、まあ、複雑な、まあ、状況の問題になるんですが、その周りの接合論を調べていたわけですね。だからそういうところに外から電磁波が入ってきた時にどれだけブラックホールの中に落ち込んだり、あるいは反射されたりするかというような、まあ、接合計算をやっていたわけです。で、このチャンドラセカールという人は、まあ、延々と自分で頑張って仕事をしていくわけですが、なんか発展があるとですね、なんかできると誰かに聞かせたがあるんです。誰か聞いてほしい、だから聞き手が必要なんですね。で、その聞き手が以前は南部先生がまあ聞き手になってたんですが、うん、南部先生嫌になったんですねそれで僕がシカゴに行った途端にお前が変われと言われまして、僕に交代することになります。それでそうすると週に大体1回ぐらいちゃんとそれからやってきますから、その時までにですね、ちゃんと彼の仕事を読んで勉強しておかないと怒るんですよで、しかもそれがこの非常に複雑な論文をですね、連作が5つも6つもあって、1個の論文に試験が何十も書いてあるような、それを一生懸命読んどいて、これからこれが出てくるっていう時にハッとこうすぐにフォローして相槌を打たないと怒るわけですねだからなかなか大変だったんですが、それでその連作を必死で勉強する羽目になったというわけです。で、その頃のちょっとした、まあ、エピソードですが、である時ですね、チャンドラはなんか非常に面白いことを見つけたって言って
教室のお茶の会で話をしたんですが、これは、電磁場の荷時空におけるパーターベーションなんですが、ポーラーとアキシャルって、まあ、電磁場と磁場みたいなもんですかね、の要するに回った空間のマクセル方程式みたいなやつを調べるんですが、基本的になんかシュレーディンガー方程式みたいな、同型方向、角度方向はまあ処理してしまって一変数の同型方向についてのシュレーディンガー方程式みたいになるとちょっと思ってください。でその時にその違った種類の、電磁波に関してポテンシャルの格好 V1 と V2 が全然違う格好してるんですね。これはもう具体的に与えられるわけですが、でところが彼が見つけたのはそのポテンシャルの格好は違うんだけど反射係数とか透過係数が全く一致しているという、そういうあのポテンシャルのペアになっているということだったわけです。で彼がそれが非常にあの気に入ってですね、これは、まあ、大変なことだというようなことを言ってたんですが、でそれを聞いて僕はちょっとあの、いわゆるソリトン理論ご存知の人もいらっしゃると思いますが、最後の方程式とか KdB 方程式とかそういうソリトン理論っていうのは今ちょっと余分に時間 t を入れて、v がなんか時間 t と r によるような なんかポテンシャルがあったときに、その時間発展がこのソリトン方程式で決まるような時間発展をしているとしますと、実はそのこういう透過係数とか反射係数っていうのは時間によらないということが出てきます。まあ、非常にラフに言いまして、でしたがって何か時間発展 V の TR があって、時間1の時には V1 になってて、時間2の時には V2 になっているとすれば、この V1 と V2 がちょうどつながるのでソリトン方程式で結びつくので、透過係数反射係数が時間によらないだろうと、だからこの説明ができるんですが、まあそれを彼に話したところはですね、あんまり気に入らないそんなソリトン理論なんて手順みたいなことではいかんということで、どうも自分の発見した現象がそのこういう流儀で説明されるのは気になる、なんかもっと物理的な説明が欲しかっただと思います。でまあなんかそんなことがありましたが、まあ、いずれにせよチャンドラのおかげでですね、あの実は相対論も僕はあの日本にいる間ちゃんと勉強してないんですね。当時あの、今あのブラックホールの問題なんていうのはもう素粒子論の半分ぐらいブラックホールの問題になっちゃってるんですが、やっぱり別のちょっと分野、当時はあの素粒子とそういう相対論というのは全く別の分野だったので、日本にいる間はまあほとんどちゃんと真面目に勉強してなかったんですが、これで相対論を学ぶことができました。でこの頃のシカゴの相対論グループというのは非常にあの優秀な若手が集まっていまして、ウォルドとかシュテッカー・ホロビッツなんていう、まあ、最近非常にあのあれですね、アメリカの相対論の中心的な研究者さんというような人たちが、まあ、いたわけで、そういう人たちとまあ知り合いになることができました。でチャンドラー後にですね、僕これからちょっとお話しますが、僕があの見つけた先ほどあの紹介もあった重力インスタントの解っていうのがあるんですが、そんな仕事なんかについては、まあ評価してくれまして、で僕はあの、まあ、日本に帰る時にも残念があって、くれました。でしばらくしてあのノーベル賞を受賞されたんですが、それから、残念ながらに3年後に亡くなって お会いする機会は、ありませんでした。でシカゴに、2年半ぐらいいたのかな、いまして、それからあの今度、カリフォルニアのスタンフォードに、移ることになりまして、スタンフォード大学っていうか、正確にはあの大学に付属するあの化石の研究所がありまして、それをスラックといっています。スタンフォードリニアアクセレーターセンターですね。でそこに、移りました。でスタンフォードっていうのはあのサンフランシスコから車で、南に1時間ぐらい行ったところですか。そこにあのパラアルトっていう町があるんですが、そこがあのシリコンバレーに隣接している、なんて言うんでしょう、非常に活気のある町があるんですが、まあ、そこに、スタンフォード大学があります。でスラックではですね、60年代の後半にいわゆるあの 新非男性産卵ですか、ディープインナーセックスキャテリングにおけるスケーリング則というのがを見つけたと。でこれが後のあれですよね、だから QCD なんかにつながっていく一番あの、当時はだから航空模型っていうのは、まあ、なんて言うんでしょう、本当の仮説だったわけで、航空っていうのはなんかどうもそういうものがあるとするとうまく説明がつくんだけど、メソンとかバリオンのスペクトラムが出てくるんだけど、単体では見つからないと。だから一つの可能性はものすごく重くってですね、バインディングエナジーもものすごく大きくっ
てハドロンの質量がちっちゃくなってるっていうのがまあ一つの可能性だったんですが、実はそうじゃないっていうのがこの実験だったんですね。そういうすごい強い力が働いてるわけじゃないと。ほとんどそのコークっていうのはなんか核子の中に自由に飛び回ってるように見えると、ね、非常にエネルギーの高いフォトンで叩くとほとんどコークっていうのはそのバインディングエネルギーがないように自由場のように運動するというのがこのスケーリング速だったわけです。でこれが後の QCD にもつながっていくわけですね。それからあといわゆる J プサイの発見なんかがあって大いにまあ盛り上がっていました。あ、それでこれがあの当時の理論部のソフトボールチームなんですが、僕がこれです。それからサスカンドってご存知だと思うんですが、これがサスカンドですね。それから所長のドレルっていう人が所長だったんですが、これがドレルで、それからあのビオルケンっていうあの有名な研究者がいますが、これがビオルケン。いつも実験のチームに負けていました。でこの頃ですね、ちょうどあの、数学者のスインガーっていうのをご存知だと思うんですが、まあ、アッチア・スインガーの指数定理で有名な人ですね、があのバークレーでゲージ論の連続講義をすることになったと。でこの頃ちょうどあのゲージ論のインスタントンっていうのが見つかって、でそれがまあ非常に面白い、なんて言うんでしょう、踏まえをすると、つまり、なんて言うんでしょう、普通考えている対称性がこういうあの、インスタントンの範囲によって壊れて、対称性が破れて、まあ、エータプライムメソンっていうんですか、その質量がまあ、まあ、大きくなると。で従って QCD と実験が矛盾しないというそういう、まあ、ような仕事になったわけですが、そういうまああのゲージ場のそのノントリビアのトポロジカの範囲みたいなものが重要な働きをするということで、そういうものを調べるというのがまあ盛り上がっていたわけです。でその講義に出てみることにしまして、でバークレーまでスタンフォードから車で1時間ぐらいなんですが、図書室の車が走ってるんですね。図書をお互いに交換するから、あのその貸す本を持っていくわけです。それに乗っけてもらえばタダで行けちゃうので、まあ、その車で行っていました。でその講義にあの一緒に出ていたのがハンソンさんという人 で彼と一緒に、じゃあそういうあのヤンミューズのインスタント音階というのは非常に面白いわけで、重力理論で一体似たようなものがあるのかっていうのを調べることになったわけです。でまあインスタントって今はもうかなり広い意味で使われているので、まあ、いろんな定義があると思うんですが、一つの、定義の仕方としては、あまずあのユークリッド領域で考えます。ミンコフスキーじゃなくて時間をあのイマジナリーにとってユークリッド領域で考えて、でアインシュタイン方程式の解になってほしいですね。それからあと自己相対極率、あるいは自己反相対極率でもいいですが、極率が、極率って足が4つあるわけですが、今2つの足は止めておいて残りの2つの足を見たときに01成分と23成分が等しいと、02成分と31成分が等しいとかですね、こういうのをあの自己相対極率と言っていますが、そういう性質を持つものを考えようと。で、その意味はですね、実はこれあのこういう、極率の成分の間に特別な関係がある、のでいわゆるホロノミーがちっちゃくなってるんですね。でホロノミーって何かと言いますと、あのこれ今4次元の空間で4次元のまあユークリッド空間、ユークリッド領域の空間で考えてますが、ベクトルをこう平行粒子でぐるっと回って戻ってくると4次元ですから SO4 の回転を受けるわけですね。長さは変わりませんから。だから一般の太陽体というのはホロノミーが SO4 なんですが、 SO4 というのは SU2×SU2 です。2つ SU というのがありますね。でどっちかが消えてると自己相対になるわけですね。だからあるいは反自己相対になる。だからこういうあの極率の間に関係がありますとホロノミーがちっちゃくなる。だから SO4 が片っぽの SU2 が消えちゃって1個だけ SU2 になる。そうするといわば半分、フラットになっちゃってるような空間ですね。だからフルに曲がってると SO4 なんだけど、半分だけ極率が消えてしまって半分だけのは曲がってるというそういうあのような空間に、なるわけです。で実はこういう空間というのはあの後 その原理論なんかで非常にあの重要になるんですね。で極率が消えてるとその消えてるおかげで特別な場が存在するようにになることができる。どうしてかって言いますと、例えばあの、
コバレントコンスタントスピナーがあるかどうか、例えば共変微分かけるスピノルバーイコールゼロっていう式を解いてみようと思ったときに、その普通は接続の部分があるのでコンスタントは解にならないわけですが、その接続がある方向は消えちゃってるわけですね。今共結がなくなっちゃってるから、だからある方向が消えちゃってる部分に、成分を持つようなスピノルバーを持ってきます、来ると共変微分がただの微分になっちゃう、だからコンスタントが解になりますね。だから極結がどっか潰れてると、潰れてる方にこ うまく成分を調整してやればコンスタントの場が、生き残ってくることになって、コバレントコンスタントのスピナーがある。でこういうのがとスーパーシメトリーが保たれ残るんですね。だからあの原理論のバックグラウンドとして背景としてこういうところに、原理論を入れてやるとなんか非常に相性がいい、スーパーシメトリーを保つような背景に、なっています。だからまあこういうものを調べるっていうのが、まあ、面白い問題だったわけですが、で、こういう条件を満たしてアインシュタイン方程式の解になるものを、まあ、探してみようということで、簡単な暗雑を使って、まあ、すみませんこの辺からちょっと式が2ページぐらい出てくるかな、ちょっとだけ我慢していただいて、簡単な暗雑を立てて、答えを、まあ、出すことができました。でこれはあの4次元の、まあ、エウクリッド空間なので、同系方向の、座標を R として、あと3つ角度座標がありますから、それを θ と φ と ψ で書いています。で実はあの、4次元のエウクリッド空間、平坦なエウクリッド空間をこの極座標で書くとこういう格好なんですね。これここのところがちょうどあの3次元の球面の軽量をあの、まあ、こういう角度の座標で書いたものなの で上を見てもらいますと非常にまあまあ近いで、 R を無限大にしますと R4 乗分の A4 乗っていうところが落ちちゃって、これに、見えます。だから、無限では、平坦な軽量に近づくと、実は微妙なところがあるんですが、まあまあ見たところ R 無限大にするとこれに行くから、無限では平坦で、だから真ん中辺ではなんかぐちゃぐちゃと曲がっていて極結は半分になっているという、なんかそんな、まあ、解を得た、つもりだったわけです。でところがですね、もう少し詳しく見ると、もうちょっと込み入った話になってまして、だいたいこれ見てみるとですね、 R イコールスモール a のところが怪しいですね。極があったりゼロがあったりして危なくなっているので、その辺で一体何が起こっているかを調べないといけない。だから R イコール A のところ怪しいので変数変換してみようと。だから、一番最初のところが、分母が発散しそうに見えてますから、そこのところを変数変換して大きな R に、移ります。そうすると大きな R っていうのはだいたいあのちっちゃな R が、A に近いときにだいたいあんな格好ですね、ルートの R-A のような振る舞いをしています。でこの大きな R で、書き直してやりますと、この軽量が、こんな格好になります。それは、その最初のところはちょっとこれを書き直さないといけないですね。それから最後のところは、まあ、R がスモール a になりますから、a 次乗割る4でシグマ x 次乗とシグマ y 次乗というのを足すと、これ二次元の球面の軽量になってしまうので、この二次元の、これがだから最後の2項ですね。これが最初の2項をまとめたのがこちらになっています。そうすると、これは割と解釈が簡単になりまして、後ろの方は、長さが半径が a の球面 a 割る2かな、まあ、a でも a 割る2でもいいですが、二次元の球面になっていて、こちらの方は、R を半径それから ψ を角度と思いますと、これは二次元平面の平坦な軽量と同じ格好してますね。それをあの極座標で書いたわけになります。でただしその時には ψ はあの、範囲が0から 2π を動く、ね、0から 2π の範囲を動けばこれは、R2 の軽量になりますから、だから、全体に、R トポロジーとしてはなんか R2 の
S2 の上の各点に R2 が乗ってるとです、ね、そういうあの、形の軸になっていまして、特異性がないと。だから、特異性を持たないものを探してますから一応これで合格ということになります。でただしちょっと微妙なところがありまして、普通のあの4次元の、あ、すいません、普通のあのこの平坦な経路が出る場合には、3次元球面の、まあ経路を見たときにはこのプサイっていうのは0から 4π を動くんですね。3次元球面のときには、角度のレンジが、ファイは 2π でセータは π なんですが、プサイは 4π まで、って言います。でところがこちらの方はプサイが、周期 2π だったらいいんですが、 4π だとこうぐるぐるぐるっと回りすぎちゃって限定のところにシンギュラリティが出ちゃうんですね。だから 2π だと、2π なら特異性を持たないんですが、普通の場合と半分になるので、まあちょっと何か奇妙なことが起きているというわけです。でそれを見るためにちょっと複素座標に移ってやりますと、例えばこういうあの、実4次元空間ですから複素数2個持ち込んで2つの、複素数で、表示をしてやりますと、プサイが、2π を移ると動くと、符号が変わりますね。 Z1、Z2 の符号が、変わります。だからプサイが のレンジが0から 4π か0から 2π かの問題なんですが、それは、ここの部分をここの部分に、2π だけ、ψ の点から ψ プラス 2π にずらした点を同じ点と思ってしまって同一していれば、半分の、半径に半分の、周期にできます。でそれはあの複素座標で言いますと符号がひっくり返るわけですね。 ψ が 2π だけずれますと符号がひっくり返りますから、 Z1、Z2 っていう点とマイナス Z1 マイナス Z2 という点を、まあ、同一してやることに、相当します。でこれは、もうオービフォルディングというのかな、この頃はよくあの、原理論もよく使いますから、いわゆるオービフォルディングになっていまして、複素な2次元平面を考えたときにそれを、座標 Z1 Z2 として、それに対して Z1 Z2 とマイナス Z1 マイナス Z2 を等しいと思って割ってやると、 C2 を Z2 で割ってやる と、C2 のオービフォルドができる、簡単なオービフォルドができるわけですが、だからこういうことをやるとですね、原点に特異点が出てきます。どうしてかというと、Z1 Z、 要するにこの2つを同一するってことは Z1 Z2 とマイナス Z1 Z2 が違う点だったらそのどっちかを選べばいい。同一するってことは2つあって、これとこれのどっちかを選べばいいわけですが、0、0だと自分と同じになっちゃうわけですね。0、0とマイナス0、マイナス0同じだから、重みが2分の1かなんか選びようがなくなってしまうわけです。相棒がいないですから、だから限定のところに、まあ、セミライトが出ちゃうんですね。だからこういうあのところはまあ一般論がありまして、こういう複素二次元面を考えてこういう何か理算的な群で割ってやると限定のところに得意点が一般には出てしまいます。でこの特異点を避けるために、どうすればいいかという処方箋がありまして、これを点だったものを二次元球面で膨らましてしまうんですね。でそうすることによって、この特異性を避けることができる。でそれがちょうどあのこれになっているという解釈です。だから、ψ イコール 2π にしますと、まあ、こっちは OK ですね。でただ一般に限定のところに特異性が出ちゃってるんですが、それを避けるために限定のところを、膨らまして、二次元の球面にしてしまってる。でしたがって、ここに書いた計量っていうのは、オービフォールドシンギュラリティが持つような空間をのシンギュラリティを解消するために、限定を膨らましてその二次元球面にしてて、その半径がちょうどスモール a になっているような
空間ですね。でそこの上に入ってる、まあ、自然な計量といいますか、そういうものになっているという、そういうふうに、理解することができます。で一般に割り物としてはですね、 Z2 だけじゃなくて Z3 とか一般に Z4 とか Zn で割ることもできますし、なんて言うんでしょう、そういうものはあの、SU2 の離散部分群にまで広げることができます。で SU2 の離散部分群ってどんなものがあるかということは、まあ、昔からよく調べられていまして、でそういうもので割ってやると同じような、状況が出てきまして、やっぱりシミュラリティが出るから、シミュラリティを解消するために、膨らましているわけですね。だから膨らますのが、一番簡単な場合には、二次元球面1個で膨らんだんですが、一般にはもっとたくさん二次元球面をたくさん、膨らましてやって、特異性を解消するという、そういう、状況になっています。でこれはもう本当に数学の問題で古典的な数学なんですが、実はこれがちょうど原理論で、ゲージ対称性が新しく出てくるっていうことに対応するんですね。それがだから、非常に面白い発展だったんですが、どうしましょうか。もうあんまり、まあ、詳しく説明しても、ちょっとややこしくなってしまいますから、で、まあ、その一番典型的な場合ですね、こういうやつを、一般に、まあ、Zn としましょうか。だからさっきは Z2 だったんですが、一般に、まあ、あの Zn みたいなもので割った場合を考えることができて、でこの時に、この時には、1個二次元球面が出てきたんですが、この時にできるあの特異点を解消しようと思うと、二次元球面が n-1 個ですか、Z2 の時に1個ですから、ちょうど N-1 個出てきて、どうしましょう。ちょっとその特異点を解消しようと思って膨らましても解消しきれないんですね。でまたもう1個膨らましてもまだ解消しきれなくて、何回も繰り返してやって、これだけ膨らましてやれば特異点を解消できるという、そういうような感じです。で、これ見ていただくと、実はこれ、リーカンのSUN 型のディンキン図形と呼ばれるものに非常にあの似てると思うんですが、これを今あの、点だ、例えば点だと思って、これも点だと思って、でこれは1点で接してるんですね、球面2つが。そうすると球面2つが1点接してるときに棒で結んであると、同じように隣もそうです。そうするとこういう図形が描けて、こんなものがあるわけですが、これは、SUN の SU どっちですか、N たす1ですか、Z2 だったら SN、 SN ですか、 SUN のディンキンズと呼ばれる、ものです。群の構造を、まあ、表しているダイアグラムなんですが、そうすると、この Zn に対してZn にできる特異点を解消することから、リーカンの SUN みたいなものに関係があるだろうっていうのが、これはまあ数学のオブザベーションとして知られていたことなんですが、原理論で、原理論をこの空間の上にコンパクト化してやると、これがゲージ対称性として出てくることが分かります。だからそれがまあ非常に、新しい発見だったわけですね。でそれをもうちょっとお話して、これについて切りをつけたいと思いますが、こういうあの、SU2 の、 あの離散部分群で割った時に出てくる、特異点のことを、まあ、クライン型の、まあ、特異点と呼んでいるわけですが、クライン型の特異点は、
こういうあの悪者にが、何種類かあって、それに対応して出てくる電源図形を見てやると、 A 型の電源図、 D 型の電源図、それから E 型の電源図が出てくるので、その意味で AD 型の特異点という言い方もします。 AD 型 の、 あのリーカンとまあなんか非常に関係があると。で、我々があの解を見つけた時にはですね、こういうような話っていうのは全くあの、勉強不足で知らなかったので、まあこれ教えてもらったんですが、 そもそもですね、解を、まあ、要するにアインシュタイン方程式を解いて一生懸命解を見つけたわけですが、こんな解を見つけてもだいたいこんなあの解がですね、本当に新しいものかどうかっていうのもわからない。で、メトリックっていうのはあの座標によりますから、なんか一つのメトリックになんか座標変換すると全く別のように見えたりするわけですね。だからなんか新しいものを見つけたと思っても、実はもうなんか知ってるやつを座標変換したのかもしれない。だからなんかそれは本当にあの新しいものになってるかどうかもよくわからなかった。それからまあアインシュタイン方程式を解いたわけですが、アインシュタイン方程式を解くっていうのはまあ結構大変な授業で、アインシュタイン方程式を解くことに一生かけてるような人っていうのはまあたくさんいるわけですよね。それでもなかなか、まあ、新しい解は見つけられないの で、それで我々みたいにその新米の研究者がですね、ちょっとやってみようなんて言い出して、簡単に解ができるものかなと。で、そういう自信があんまりなかったんですね。ただまあ周りの人にいろいろ聞いてみると、新しいもんじゃないかということを言われましたので、それでまあ論文を作ってみて、ホーキングのグループに送ってみたんですね。そうするとあの、ハンソンの友達にヒッチンという数学者がいるんですが、でヒッチンから手紙が来まして、で、こういうあの幾何学的な解釈を教えてくれたわけです。だからあのこういうことは分かってやってるわけじゃなくて、やったのはまあ単に一生懸命解いてみたんですね。だいたいそんな感じ。で、このまま、まあ、ホーキングはですね、ギボンズと一緒に、まあ、我々の解を拡張して、この一般の AN 型ですね、だから我々はこういう場合の、解を作ったんですが、彼らはも、これを拡張して AN 型の特異点を解消した計量を、まあ、導いたと。で、現在はその2つを合わせて、ALE 空間と呼んでいます。で、まあ、これはあのこういうあのなんて言うんでしょう、非常に基本的なクライン型の特異点を解消した空間の上に入る、まあ、ハイパーケーラー計量ですか、非常にまあきれいなもので、数学的にはあの、まあ、非常に面白いわけですが、ただこれが一体物理でどんな役に立つのかってですね。で、それはずっとあの分からなかったわけです。で、その後十数年を経てですね、90年代の半ばぐらいになって、原理論に非常に新しい発展が出てきて、相対性とかブレーンの発見とかですね、原理論にまあ非常に著しい発展が起きたわけです。で、この発展が起きて初めてですね、こういうものがどういう意味があるのかということが分かってきたわけですが、まあ ALE 空間が原理論の中で特別な役割を果たすことが分かった。で、どんなことかと言いますと、まずブレーンっていうのが、まあ、理論の中にあると。で、ブレーンってなんか膜みたいなものです。膜みたいなもので一様ななんか質量密度みたいなのを持っていると思いました。で、今、二次元的に広がって膜みたいなものがあって、で、そうすると例えば我々のあの経路ですと、こう半径 A の二次元球面が入ってますから、そこに巻きつくことができます、ブレーンが。そうするとそれをずっと遠くから見ますと点粒子みたいに見えますよね。粒子みたいに見える。だから、まあ、あるいはこの半径がちっちゃい領域で考えた方がいいかもしれませんがですね。だから、この半径がさっきの A なんですが、ここにあのブレーンをこうだと巻きつけてやるわけです。ラップするわけですね。そうすると、半径かける質量密度みたいな、質量を持った、粒子が出てくるわけですが、最後 A がちっちゃい極限では、まあ、スレスに、で A がゼロじゃない時には質量を持ってるんですが、そのスピンが1です。で、最後ゼロに行ったところで普通の意味のゲージ場なんですが、膨れてるとヒグズ機構でマスを持った状況を書いてるんで
ですね。だからこれが W ボソンに当たります。やばで、これはあの対称性は SU2 なの、 SU2 になりますから、そのブレーンをぐるっと巻いて、作ったのが W ボソンで、いわばブレーンのなんていうの、 裏返したブレーンを巻いたやつが W ボソンの反粒子。それからもともと U1 のゲージ場っていうのは原理論の中に入っているので、このブレーンを考える以前に、U1 の部分はあります。だから新しく、2個いわばなんていうんでしょう、電荷プラス W プラスと W マイナスが出てきて、 W0 は前からいるので、この3つが合わさって、ゲージ場が、3個になって、ゲージ対称性が SU2 に持ち上がるわけですね。だからもともとあった U1 対称性が SU2 に持ち上がるということが、起こります。ですから例えば、これはガンマ5の場合かな、これが4個ある場合です。どっちだ、4か5か、5ですか、 N が5で、球面が4個あるような場合ですね。これは A4 型特異点の解消を考えると、こういう球面が4つあってひっついているような、図形を考える。そうするとこの場合どうするかというと、ブレーンのラップの仕方がですね、いろんな可能性があって、ここに1回巻くやつが、こういうのもありますよね。あるいは隣のところを巻くやつもあります。でこういうのが、4個あります。それからこうやって巻いてもいい、これ違った、ゲージ場になります。あるいは 3つ巻いてもいいです。あれ3つ巻くときにこうやってもいいですね。あれ4つ巻いてもいいです。でこれ全部違うゲージ場が出てきて、それが全体で数勘定してやりますと、ちょうど SU5 のゲージ場になります。もともとこれ4つ、 U1 の4乗ですね、 U1 の4乗があるんですが、巻きつくことによって新しいものが出てきて、20個余分に出てきまして、20足す4で24と、でこれが SU5 の、ゲージ対称性が出てくるという仕掛けになります。こういうことをやるとダメなんですが、こうやって1個スキップして、書けないな、ここのところは一緒に行ってこうなるとね。でこれはいわばゲージ場のエキサイテッドステートになるので、一番低いところに出ません、質量がゼロのところに出ないので、これはゲージ場が出ないと、ね、これはなんかこういう電気図を与えられたときに、そのどうやって、ルートが出てくるかっていうのは、ルートを読むかっていうようなことと同じですが、よろしいでしょうか。すいません、ちょっとややこしくなりましたが、から、説明したかったのは、新しい機構があって、だからこれは空間に、空間の中にこういう二次元の球面が入ってるってことから、それに D ブレーンを絡ませるとゲージ場が出てきて、ゲージ対称性が持ち上がるっていうことですね。そうするとだからゲージ理論みたいなものを、いわば幾何の問題にこう、なんて言うんでしょう、帰着させてしまっていると、幾何学的な機構でもってゲージ対称性を、説明するという、そういうような、状況に、なるわけです。で本当にこういうことが起こっているのかなということを、調べるために、例えば実際にこの LE 空間にコンパクト化した原理論の振幅を調べてやると、確かに N が2の超対称性を持つようなゲージ論の厳密化を、再現することができるので、確かにこういうことが起こっているということが分かります。でこれをジオメトリックエンジニアリングの方法とか言っていまして、だから何でしょう、ゲージ論みたいなものが欲しいときに、それを幾何学的な手法で導出するようなトリックですね、というような、意味です。だから我々が、見つけた解っていうのは、ホロノミーが下がっててスーパーシメトリーを持ってるとかいうわけですから、原理論にフィットすることは確かなんですが、どういうふうに役に立つかというと、こういうなんかゲージ対称性が持ち上がるところをまあ救出することができると、そういうものに役に立ちそうだというわけです。で将来ですね、原理論がまあ成功してするかどうかまだ分かりませんが、現実の素粒子物理をうまく救出できるような理論になったとすると、
多分そのエンハンスされた芸術体制を出すにはこの英霊空間を使うのが一番自然というか他に手はないですね今のところ。そうしますとだから何でしょう、もしこういうものを使って、芸術体制を出してくることが本当に自然界で起こっているとしますと芸術体制が出てくるということは岩の部分は電磁気ですが SU2 の部分というのは弱い相互作用とか SU3 は強い相互作用が出てきますから、だから強い相互作用とか弱い相互作用を出すのにこういうあの、軸の上で原理論を考えるということが、使われているわけですね。だから非常に何て言うんでしょう、もしこういうものが使われているんだとすると非常に何て言うんでしょう、我々としては、嬉しいというか、まあ、世の中に役に立っている、世の中に役に立たない美しいことをやりたいと思っているわけですが、実際に世の中に役に立つかもしれないというわけです、うん。で一回これは、最後にホーキングと会った時の写真なんですが、すいませんちょっとあんまりよく見えませんね、中国で何か会議がありまして見えますか、ホーキングのこっち側にいるのはこれはヤオっていう有名な数学者ですね。それからこちらにいるのはウィッテンとグロス、それからストロミンジャーとかで僕は何か後ろの辺に立っていますが、ホーキング氏とはですね何回か会議で一緒になったので喋ろうと努力したことはあるんですが、やっぱり喋るのは非常に難しい。で簡単なことを話しかけても1分ぐらい待っててですねイエスとかなんかそんな感じになっちゃうんですね、どうしてもね。そうするとやっぱり物理の議論をするのはやっぱり残念ながら非常に難しい。この時はですね彼まだ元気で、なんて言うんでしょう、もうマスコミに追いかけられるんですね。だからどっかちょっと車椅子を看護師さんが押してどっか散歩しててもダーッとこうプレスが彼の後を追いかけるというような感じで、で一回どっかの高校のバスケットボールのスタジアムかなんかで、一般の講演会をやりましたが、その時もものすごい人でしたね、1000人ぐらい来たんじゃないかな、猛烈に、人気がありました。でウィッテンとかグロスなんかも有名な研究者なんだけど、もう彼らも相手にされないんですね、全くその中国のマスコミには全く興味がなくて、もうホーキング一筋というそういうような、それもちょっと行き過ぎじゃないかと思うんですけど、まあまあ世の中そんなもんかなと。これ2002年です、2002年ですね。はい、時間はどうなのかな、大体1時間ぐらいかな。それではもうちょっとあと15分ぐらいで終わりになると思いますが、それでまあスタンフォードでなんかこんな仕事をしたわけですが、でそれからさらにシカゴ大学に戻りまして2年ぐらい、いました。でそれから東大に職を得て、80年に帰国、したんですが、日本に帰ったらですね、しばらく外国にいたので敬語が変になっちゃうんですね。それで教授会なんかで発言しようとすると最上級の敬語で喋らないといけないんで、ろれつが回らないともうなんか全然うまく言えないわけです。で困りました。で東大の総理試験にはすでに4名の方がいらっしゃったんですが、まあ若手が欲しいということで僕を取ってくれたということのようでした。でまあ、東大でありがたかったのはですね、僕がまあ、やりたいような興味を持つようなことをですね全く好き勝手にやらせてもらったことで、まあ、ラージエルの公式理論ですね、そういうとこは、あとこの頃からもう原理論が、まあ、非常に影響力を及ぼしてきたんですが、その、まあ、非常に基礎的原理論の基礎みたいな、二次元の共形版理論ですね、それから、90年代に入ると、超対称性芸術論の厳密化とか、まあとでいろんな研究をさせていただきました。で僕はですね、現実の社会であんまり役に立たないようなエレガントな物理が好きだっていうことですが、それは結構同僚の人も知ってまして、なんか江口は哲学みたいなことをやってるんじゃないかというふうに思われていたらしい、ところがあります。
で実験屋の人たちからはですね、東大文学部教授江口徹というふうに、からかわれていました。で自分の院生の人にはですね、あんまりそういうあの、哲学っていうか数学というかそういう方向には行き過ぎないように気を使ったつもりなんですが、結局僕の研究室から数理物理的な研究をする人が、非常に多く出たと思います。で先日あの学信賞をいただいたんですが、その時の評価には、日本で初めて数理物理学的な方法で素粒子論の研究に実績を上げて新しい分野の草分けになったというようなことが書かれていました。で東大で学生を取った学生さんを一応のリストを作ったんですが、多分抜けてる人はいないと思うんですけど年次報告を集めて一生懸命やったので多分抜けてない、抜けてると思う人いませんかで実はあのこちらに移った時にですね、ちょっと続かなくなって交代してもらったような人がいるので、その人は何とも言いようがないんですが、一応これは D3 で学位を取った僕の責任で学位を取った人たちです。はい、抜けてないと思いますが、それから京大での学位取ったのは一人で小川君それから主な共同研究者としては大栗さんとかヤンさん、堀さん、菅原さん、トールミナ、シオン、菅野さん、ひかみさんなどなど、たくさんの方がいます。それから最後京都ですが、ここの5年間ですね、それで皆さんご存知かもしれませんが、僕のオフィスはちょうどあの陸川記念館 の北東の角にあります。でちょうどあの辺というのはこう、なんて言うんでしょう、植物園がこう取り囲まれているところで、窓の外に植物園の庭がいっぱいに広がっていまして、でそれから廊下のこっち側にはあの湯川桜がこうだっと枝を広げています。で3月の初めにはですね、実は湯川桜が多分一番先に咲くんですね。あのそこの湯川、先生の奥さんの桜も咲くんですが、それが競争して、前はこっちの方が早かったみたいなんですが、この頃はこっちの方が早いんじゃないか、一番早く咲きます。で四季の移り変わりが特に著しいところで、危険で一番あの美しいオフィスではないかと思っています。で5年前にあの京都に、移るようになった時には、西島先生にいろいろ励まされまして、京都には東京にいないような面白い人がいっぱいいますよ、どうでしょうか、それから優秀な数学者たくさんいますよ、これは確かですねなると言われた。で残念ながら西島先生あの3年前に亡くなりました。で私はもともと危険にはあの愛着がありましたし、それからその、近代化に役にコントリビュートできればいいなという気持ちだったんですが、心配だったのはですね、ちょっと研究はできなくなっちゃって精神衛生が悪くなるかなという心配をしてたんですが、運よく優秀な共同研究者の人と巡り合いまして、どこかその辺にいらっしゃると思いますが、楽しく研究を続けることができました。でこの5年間の間にですね、これがパナソニックホールができた。でこれも非常に運が良かったですね。もう今パナソニックものすごいピンチですから、絶対無理ですよね。だからもう本当にあの年が会社にとって最高の利益を上げた年だったので、非常にラッキーだった。それから滞在型の研究会がずっと続くようになったわけですね。これは高級化したと。それから教室とか研究員の数が非常に大幅に増えたと思います。ここのも部屋4つ取って、新しい建物の部屋がいくつかできましたから、全体スケールアップしたと思います。で危険は順調に進化を遂げているというふうに、と思っています。で戦後の名残があったですね、一代前とは面目が、を一新したんじゃないだろうかと思っていますが、戦後の名残っていうのは何かというと、トイレの匂いそれで、もう全くあれですね、そのトイレなんか匂いがしませんから、もうそういうものは全くなくなってしまう。
で今後もですね、日本や、世界の研究者の交流の場所として重要な役割を果たしてくれるものと、思います。で私はこの4月からですね、東京に帰って新しい職場に勤めることになりますが、これからも、ねえように美しい絵のような、物理を求め続けていきたいと思っています。で今日はどうもありがとうございました。